どうもクーニーズのグッチです。本日はですね MLB ドリームカップの東京 A 予選 A ブロック予選を見に来ております。あの元巨人軍のクロマティ選手が率いるチームと同じく元巨人軍の桑田投手が率いる桑田パイレーツさんが試合するということで取材しに来ております。で32度ですよ。めちゃくちゃ暑いです。では早速ですね試合の動画に参りましょう。さあここからはクーニンが実況させてもらいます。桑田パイレーツ対九電工の試合、先発投手は桑田さんが務めます。去年は1イニング投げましたが今年は何イニング投げるんでしょうか。楽しみです。さあそして試合開始、桑田さんの投球練習、まずはカーブから入りました。得意のドロップ、どこで試合では出してくるんでしょうか。それにしても50歳とは思えない球筋、体の軽さです。さあそれでは先頭バッターに対峙します。初球何を投げるんでしょうか。アウトコースにストレート、これは外れてボール。そして2球目、こちらもストレート、バッター打ってフライアウトです。先頭バッターをまっすぐで抑えました。続く2番バッター、まっすぐから入りました。早いサイン交換から今度は変化球のサインか、スライダーです。アウトコースに少し外れたスライダー。そして3球目、またもやアウトコース、スライダーとほぼ同じコースにストレートを投げてきました。こちらは内野ゴロでツーアウト。桑田さんここまで5球でツーアウトを取りました。さあそしてここからはクリーンナップ、3番バッターに初球は変化球で入ってきました。まだカーブは投げておりません。2球目はインコースに寄りました。ボール。ワンワン。そしてまたもやスライダーで追い込みます。さあそしてここで出ました。屈伸カーブ。桑田さん独特の大きく縦に曲がる変化球。そうするとここから抜く練習をするんですね。キャッチボールでとにかく抜く、はい、抜く、うん、でその抜くのができたら今度抜く瞬間にちょっと親指でピッとこうスピンかけ、抜くのを覚えたら今度は抜く瞬間に親指でピッとこう回転を与えるようになります。でそれができるようになってくるとこれでスピンをかけながら最後ボールが離れていく瞬間にこの中指でキャッと引っ掛ける。めちゃくちゃ面白いですよね。でその作業をバーンってできた時はキャンキャンってそれであの、うん、大きな形になる屈伸カーブってやつ。カーブを見せた後力を入れたストレートを投げ込んできますがボール。これで平行カウント 2-2。 最後は何を投げるのか、またもや変化球のサインですかね。スライダーです。バッター引っ掛けて内野ゴロ。桑田投手1回を3人で抑えました。桑田さんの好投でいいリズムができたパイレーツですが九電工の中井投手がめちゃくちゃいいキレッキレのストレートでパイレーツ打線を抑えていきます。中井投手に桑田さんも完全に泳がされます。しかし全力疾走で執念の出塁。桑田さん50歳になっても全力プレーです。そしてパイレーツはランナー2塁のチャンスを作りますが最後は中井投手に抑えられ無失点、得点には結びつきませんでした。そして桑田さんは2回からショートを守ります。ピッチャーはアンダースローの三木さん。三木さんも好投しますが九電工に2点を取られます。
試合は中井投手を攻略できず5回まで0対2とリードを許します。中井投手の前に桑田さんも三振、5回を無失点に抑えます。そして最終回、抑えピッチャーが出てきますが、そのクローザーからパイレーツ打線が3点を取って逆転。パイレーツはこのまま逃げ切り、 MLB ドリームカップ1回戦を3対2で勝利しました。続いてはクロマティエキスポズの試合、トライアウトの様子も取材させてもらったクロマティエキスポズですが、序盤から打線が爆発。トライアウトでクロマティさんが一番いいと言った増田選手も、しっかりと持ち前の打撃でチームに貢献します。デビュー選抜モントリオールエキスポズは終始得点を積み重ね、1回戦を勝利しました。桑田さんやクロマティさんも出場する MLB ドリームカップ、まだまだ参加チーム受付中、クーニンズも参加予定。詳しい日程や応募締め切りなどは動画の概要欄をチェックしてください。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。